はいどうもシルバーバレットです。今回はドーベンウルフの派生機であるシルバーバレットが実装されたのでこの機体乗ってきました。早速スキルとスペック見ていきましょう。こちらとなっております。650コストの汎用機ですね。ドーベンウルフの派生機だけあってね、こう射撃が強いのかなと思ったんですが、これが意外と格闘寄りの性能なので、そこら辺、注意してチェックしていきたいと思います。まずスキルなんですけども、耐爆持ってますね、マニューバーアーマーレベル1、格闘連機レベル1、格闘姿勢制御レベル1、噴射レベル2、ダメコンレベル3ということで、ドーベンウルフにあった衝撃吸収機構なくなっているんですけども、代わりにねマニューだったりダメコンだったりっていうこうよろけないためのスキルがいっぱいあって、これでうまくねこう格闘を振っていってくれっていうような運営の意図を感じました。あとはですね、干渉材がこう3つほどあるので、スペック以上にね硬くなっております。スペックなんですけども、HP が2万1000なので、これはまあ別に高いってわけではないですね。対弾、対尾、対角は体格が高めとなっております。これは格闘フルからでしょうか。射歩確保の合計値は65なので、ここもまあ普通いった感じなんですけども、格闘の方が高くなってるんでね、これも格闘振っていってくれって感じですよね。で、スピード135、高速移動220なので、まあ、高速移動は結構早い部類かなと思います。スラスター70なんで、ここはちょっと格闘気にしてはって感じはしますね。旋回66なんで、ここはまあ普通か、ちょっと遅いぐらいかなって気がしました。では武器の方なんですけども、まず主兵装がジェガン用ビームライフルですね。500コストの主兵装だけあってあんまり強くないですね。この機体射砲も低いのもあって、まあそんなにって感じですね。まあ格闘機なんで単発やる気のビームライフル持ってるのはありがたいっちゃありがたいんですけども、まあそんなに性能がいいってわけではないかなって感じですね。はい。格闘手兵装がシルバーバレット用ビームサーブル。威力2900の結構火力の高い系ビームサーブルですね。下角 145% もあるので、まあ、こんな感じでね、格闘の火力がめちゃめちゃ高いです。なんか気持ちね、リーチも長いような気がしなくもないですね。胸部スモークグレネード。こちら、ステルスが付与される系のスモークグレネードとなっております。この機体格闘機なので、こう敵に近づきたい時にね、こう裏取りしてスモークでバーンとやったりすることもできるので、結構有用なスモークグレネードですね。ハイブビームキャノン、こちらドーベンウルフのものと多分ほぼほぼ同じ性能かなと思います。なんですけども、この機体射砲が低いのでドーベンウルフほどねこうなんか火力が出ないので、そこら辺はこうちょっとこう注意って感じですね。ディジェ CA のビームキャノンとかと用途はなんか近いような気がします。よろけ取り用って感じかな。ハイブ12連装ミサイル ×2 勝威ですね。こちら勝威ミサイルとなっております。ドーベンウルフの頃はシンプルにね火力の高いミサイルだったんですけども、勝威ミサイルとなりまして、かつ交互発射になってますね。左右で交互でこんな感じでプコ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 ーって、はい、発射します。ドーベンウルフは2発同時発射だったんですが、こちらは1発ずつとなってますね。流線式ハンドサーブルということで、こちらはいビームサーベルを飛ばして殴ることができます。なんですけども、こちらね格闘属性ではなくビーム属性なんですよね。なのでしっかりこうリロードもありますし、こんな感じで、はい、一応よろけを取ることはできます。なんですけども、まあやっぱりこの機体ね射砲が低いので、あんまり火力は出ないかなっていう感じがしますね。威力自体は高いんですけどね。インコムユニット ×2 攻撃。こちらドーベンウルフのインコムと、あ、ちょっと性能が変わってるんですよね。こんな感じで1、2、3と3回撃ちますね。ドーベンのは2回撃って戻ってくるんですが、こちら3回撃ってオーバーヒートして戻ってきます。なので一発オーバーヒート系の武装となっております。なんですけども、こちらね蓄積値がめちゃめちゃ高くなってまして、はい、1回目、2回目で夜剣が取れるんですよね。それをさらにもう一発撃ってるんで、まあ、なかなか高い確率で蓄積は取ってくれますね。これで夜剣を取ってから切り替えの早いこうビームライフルとかビームキャノンで継続してサーブルっていう流れが結構強いので、これはもう本当に暇な時は投げていきたいですね。で、ドーベンウルフ使ってた方ならわかると思うんですけど、切り替えが結構早いんですよね、これ。こんな感じで。早いので、もう本当に優秀な兵装だなっていう風に感じました。ビームランチャーですね。これ、ドーベンウルフの頃は腹に、ね、こう、接続して撃ってたんですけども、今回はこう、左手の、この、シールドのところから撃ちますね。で、8秒チャージで、わーって撃てるんですけども、これ、ドーベンウルフと違うのが2つ大きくあって、まあ、一つが、チャージが8秒なんですね。ドーベンウルフは10秒なんですけども、こちら8秒となっております。そして、もう一つ、今回こちらが、強色系ではないんですよね、こんな感じで。普通の色系になってしまってるので、そこがちょっと違うかなっていう風に感じました。あとは、ま、細かい違いなんですけども、こちらはなんか、打ってる時間が短く感じますね。っていうのと、この機体、衝撃吸収機構ないので、こうやってね、溜めてる時にビームライフル一発撃たれると色けちゃうので、そこは注意が必要かなっていう風に感じました。あとは曲げやすさもなんかこっちの方が上な気がしますね。二つどころじゃない違いだった。
はい、というところでシルバーバレットなんですけども、まあ、605周コストの汎用機の中では全然やれなくはない方なのかなっていう風に感じました。格闘も火力高いですし、まあ、こう絡め取る武装もあるので、そういうところを駆使していけば、まあ、やれなくはないのかなと思ったんですけども、一ついかんせんむずいんですよね。こいつなんかいっぱい武装があって、それぞれこうちゃんと駆使して取りに行かなきゃいけないって感じの機体なので、そういうところを考えると、こうドーベンウルフみたいにこうシンプルに強いって感じがしないので、あー、ちょっとこう腕は出るかなっていう感じがしました。武装的にもね、腕が飛びますから、はい、といった感じでシルバーバレットでした。まあ、試合中ね、結構こいつの強み出して、面白い試合かなって思ったので、ぜひ見ていってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。これ例の戦法をやります。やるだけやな。朝方のビッグバン兄貴、ジェスタのような中途半端感感じますね。ヨーガ兄貴、デルタプラスでシルバーバレット相手するの嫌そう。ヒヒ、ゴー兄貴、そういや補給口の貫通バズ派全然治らないですけど、運営的に修正の優先度高くないんすかね。リブ兄貴、バレてねえ、やっぱり。萩原雄介兄貴、あ、雑誌、リアスカジロー兄貴、おほぉあれ、なんかもうしんどる。なかなか難しいですね。あれ取ってほしいけど取れないですからね。しんどいかもです。これよな、やっぱりインコムが強い。リリリリ、ヘイトはとんでもない。オーステルスで取るんですわ。あ、ステルスいいね。あんまり支援機投げてもって感じなんですけど。攻撃性制御強み出た。ちょっとヘリ切るか。
ダメコンのみ指定性を飲んでしょうね。いやしかし大兄貴、クマさんの補修攻撃指定性を持ってるのよね。右のやつがな。君のない卵兄貴、もう弱い方でも気をつけて楽しみたいですか。チェンリフニク兄貴、文字通りをしとる。あ、楽しいは楽しいっすよ。外れちゃったな。別にもいるな。背面がずれたか。味方めっちゃ減っちゃってるな。やっぱインコも強え。これ止まんないでしょ。これぐらいしか。あ、いいね。蹴りカウンター丸いわ。ここで MS 戦か巨爆通せばいいかのどっちかのタコを攻めるのが結構強いと思います。はい、ジャッキャンすれば入るな。巨爆かどっちか通してほしいな。下がるか。無理だな。ダメコイン貸して逃げろ。味方のリスの近くに行こう。あー、巨爆通ったから勝てるわ。まあ戦略が良かったですね。戦略が正しい形のミナオカヤ。バレトの顔は日差しが大きいだけで割とクラシックなガンダム顔よ。ケイ、ケイ兄貴、マーク5系列ではガンダム顔よ。まあって感じですね。